大会6日目、全国47チームが参加して行われたこの大会もついに4校を残すのみとなった。大空翼を中心に大会3連覇を目指す前回覇者静岡代表南葛中学、チームワーク抜群キャプテン松山が引っ張る北海道代表富良野中学、地元埼玉代表、かつて明和 FC で日向たちと共に戦った選手が多く所属する明和東中学、エース日向小次郎抜きにここまで勝ち進んできた東京代表東邦学園、キーパー若島津は今大会失点ゼロである。全国の頂点を決める戦いまであと一歩、激闘の準決勝の幕が今上がる。全国中学生サッカー大会準決勝第一試合、東邦学園対明和東。準決勝後半、ついに均衡が破れる。先取点は明和東。東邦ゴール前のこぼれ球に対し、明和東の特攻スライディング部隊が発進。スライディングシュートで1点をもぎ取った。そして東邦学園の名手ゴールキーパー若島津君、東邦学園ディフェンス全国大会初失点だ。これで明和東が決勝進出へ一歩リード。一方東邦学園、準決勝までチームを引っ張ってきたミッドフィルダー澤田君が今日はここまで不調。元チームメイトの明和東の選手たちに動きが読まれており、ゲームが組み立てられません。3年連続決勝進出を狙う東邦学園、これは苦しい展開だ。こんな時キャプテンが、ヒューガさんがいてくれたら。待てヒューガ、この試合お前を使うつもりはない。ベンチに座れ。これは監督命令だ。命令。あんたはこの世で一番偉いのか。あんたの言うことは全て正しいのか。なぜこの試合に俺が出られない。ヒューガ、負けるな。みんなたかが言ってんだ。お前らなら必ず逆転できる。この試合だけは俺抜きで勝つんだ。勝ってくれみんな。キャプテン、俺は決勝戦には必ず出る。よし、やるぞみんな。キャプテンの言う通り、たかが言ってんだ。そうだ、取られたら取り返せ。サッカーはそれしかないんだ。よし、キャプテンの力を借りずに勝つぞこの試合。おう、みんな。あっと、ここで試合終了の笛。2対1、東邦学園土壇場での逆転勝利。ついに目覚めた澤田君のパスを反町君が決め、さらになんと明和東ゴールへオーバーラップした若島津君のシュートでゴール。これで東邦学園3年連続決勝戦進出だ。やった、やりましたよキャプテン。ヒューガさん、よし、よくやった。よくやってくれたみんな。全国大会直前にキャプテンの任務を捨て勝手にチームを抜けたヒューガ、それでも選手たちはこのヒューガ小次郎を信頼している。くそ、ヒューガのいない東邦なら絶対に勝てる自信があったのに。いや、やはりヒューガの力は大きかったよ。今日の試合、ベンチのヒューガのあの劇がなければ
うちはあのまま逃げ切れていたかもしれない。東方はやはりヒューガだよ。タケシ、絶対に優勝しろよ。頑張れよ、名和 FC の後輩。は、はい。沸かしまず、明日は何としても0点に抑えろ。そうすればお前から点を取ったのは俺たちだけになるんだからな。おお、頑張るよ。名和東、さすが小さい頃キラ監督に鍛えられただけあったぜ。東方はこれまでヒューガ君がいない分、それをみんなで補って戦ってきた。そのため選手一人一人がレベルアップし、一戦ごとにチームワークも磨かれている。もし初めの試合からヒューガ君が出ていれば、みんなきっとヒューガ君を頼って試合をしたに違いない。でもいないから、いないからこそ自分たちでやらなくてはという気持ちが生まれてきたんだ。そして今、東方の選手全員、恐ろしいほど実力がついている。そして、ここにヒューガ君が加わったら。